こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨に入って、しばらくなりますけれども、本当に梅雨らしいというのか、ほとんどお天気が良くなることがないまま、ずっとずっとね、日々過ごしていますよね。それでまあ曇りがちの日があったりとか、突然土砂降りになったりとか、中には台風と前線の影響で大雨になって被害をね、いろんなところでまた出したりとかしていますけれども、そういうところにねお住まいの方々は本当にお気の毒だなと、そんなふうなことも思ったりなんかします。で、今日ねここへ来る時に久しぶりに太陽を見ました。太陽ってさ、なんかさ、あんまり普段意識してなかったけど、やっぱさすがにずっと曇りがちだったりとか雨が続くとさ、気持ちがなんとなくこう陰鬱な、そういう風な気持ちになったりとかねしていましたけれどもね。でもやっぱ太陽が出るとさ、気持ちが違うよね。なんかね、ちょっと晴れやかな、そういう風なね気持ちになったりとかするもんだから、だからなんていうのかな、改めて、太陽のありがたさというか素晴らしさを、しみじみと感じたりとかねしているわけなんですけれどもね。で、まあこんなね雨がね多い、そういうふうな時期ですけれども、家でねこの前テレビ見たらさ、昭和レトロの番組かなんかやってて、その番組をさ、いろんなことをこうやるんですけれども、例えば電話機がさ、黒電話の時代、その前はこうなんていうのかな、昭和のさあれだからさ、何、耳に当てるとこと喋るところが違うところについてるやつとか、そういうところから始まって、ああそうだそうだ、うちの電話がさ最初そうだったもんなという記憶がうっすらあるのよ。すごいよね俺ってさ。その後に、本当にダイヤル式の黒電話になるんだよね。それももちろんうちに初めてそのダイヤル式の黒電話が来た時のことも覚えてますけれどもね。あと電話がさ呼び出し電話だったっていうところがあったりとかね、そういうのをねずっとテレビでこうやってやってるわけですよ。それを見ていたらさ、そのうちさなんかさ、なんていうのかな、そのテレビの画面もちろん自分は見てるんだけれども、そうじゃないその時代に自分がこう言ってるかのような錯覚になんかだんだんなってきて、でその時に出会った人だとか、それとかうちの母親がまだまだ若かった頃に、夏の夕暮れの中で、その夕暮れが夕焼けだよね、夕焼けがこう赤く染まるっていうけど、本当にすごいその日夕暮れの赤いのがすごくって、母親のその顔も真っ赤っかで、自分の手のひらをこうやってパッと見た時に自分の手のひらも真っ赤っか、その情景がこう思い浮かんできて、なんかね、なんて言うんだろうね、涙が出てきちゃいそうな気分になってしまったんですよね。だからああいう番組、僕はあんまりね後ろを振り返ったりなんかする番組ってそんな好きじゃないもんだから、あんまこう積極的に見ないんですけれども、その番組をこう見たことによってそういう思いにさせられたっていうことでは、あそういう風な番組もまんざらじゃないななんてことをねちょっと思ったりとかねしましたけれどもね。あとはそうだな、音楽を始めたばっかりの頃に自分がすごくお世話になった、楽器屋の、当時楽器屋の兄ちゃんっていうのがいてね、よくね楽器のお世話してくれたりとか、僕らが楽器を買う時にアドバイスをねしてくれるような、そういう方がいたんですけど、最近いないよねあんまりね、そういう風なね楽器屋さんにもね、そういうのがあんまりないんですけれども、その楽器屋の兄ちゃん、まあもちろんもう今やねその方も亡くなってねしまったりなんかしているわけなんですけれども、そういう人たちの顔が自分がテレビを見ている画面は画面でどんどん進んでいってるのに、そういう人たち の顔がどん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 こうやって浮かんでくる、そういうことがあったりとかしましたけれどもね。不思議だなと、そんな風に人間の感情っていうのは不思議だなというか、そんなことをね思ったりなんかしましたけどもね。だからこれ僕 MC でも言ったことあるんですけどもね、子供の頃の思い出だとかそういうものっていうのはもう今やノスタルジーとか懐かしさだけではもう語るものではなく、なんかもう、ファンタジーの世界になってるねなんてことを言いましたけどもね、まさになんかそういうふうに
あのファンタジーの世界にあの自分が入っていくかのような、そんな風なことをね、この前テレビを見ながら思ったりなんかしました。はい、まあちょっとあの妙な話になってしまいましたけれども、今日お届けする曲はですね、とてもとても懐かしい子供の頃に自分が聴いていた、そういう曲をやってみようかなと、そんな風に思ったりしておりますけれどもね、中村明子さんという方が70年代に入る前だと思いますけれどもね、リリースした曲なんですけれども、虹色の湖、虹色の湖だってよ、油が浮いてんじゃないの、なんか汚染されてんじゃないの、それでキラキラ光って虹色になってんじゃないの、そうじゃないんですよね。そうじゃなくて本当にあの虹色のようなあの思い出深い、そういう風な湖だよっていうさ、そういう意味ですよ。虹色の湖、聴いていただきましょう。仙台のなんだ、なんとか。